本日の本題は、応援が文化の場所にいると何をやっても楽しいよねというテーマでお送りいたします。今ですね、 Web3 おじさん1万人育成計画が盛り上がりに盛り上がっております。まあ、第1弾のオンラインセミナーとして鴨頭義人と一緒に学ぶ NFT 超初級講座の第1回目が終わって、次回第2回が10月31日なんですけれども、まあこのコミュニティとにかく優しい、応援者がいっぱいいる。なんせ Web3 おじさん1万人育成計画というのは、 NFT って何？ Web3 って何？っていう人たちのためにやってるプロジェクトになってますから、まあなんせちょっと変わったところがいっぱいあるんですけど、今日1個だけ。このコミュニティはなんと Facebook グループページでやってるんですよ。 Web3 ですよ。 NFT といえば Twitter、Discord なんですよ。だけどこのプロジェクトは Facebook ページです。なぜならばこのプロジェクトに関しては NFT のプロジェクトなんですけれども、そもそも Web3 に入ったことがない人たちの入り口になろうと、 Web3 おじさんを育てようっていうことでやってるプロジェクトなので、 Web2 の場所でやります。じゃないといけないじゃないですか。要は Web3 の場所で待ってるよって言われても怖くて入ってこれないので、 Web2 の場所が待ち合わせ場所で、一緒に Web2 から Web3 のこの橋を渡ろうねっていう優しい優しいプロジェクトになっているので、 Facebook ページでやってるんですね。そこに今現在とにかくたくさんの人が集まってくれています。実はですね、現在2400名以上の方がもうこの講座を受講するっていう状態というか、まあ受講してくれてるんですよね。で、これ一応全2回で800円っていう講座なので、まあ僕の講座の中ではもちろん格安にしてるんですよ。まあ本当は無料でもやれたんですけども、やっぱり有料、お金を払ってでも学びたいっていう人の方が、やっぱりね、全力で学ぼうっていう姿勢が強いと思ったので、あえて有料。だけど、まあ、そこで儲ける気ないので、格安で有料っていうので、800円でこの講座をやっております。だけどね、これ初めて学ぶ人にとって価値800円どころじゃないですよ。なんでかっていうと、第1回目の講座で、いわゆる、NFT を初めて購入する人に向けて5ステップっていうのを教えますよって言って、そのステップ1とステップ2しかまだやってないんですね。まあ具体的に言うと、自分の銀行口座をビットフライヤーにつなげてイーサリアムを買うための準備までやっときましょう、イエーイみたいな感じなんですよ。でもここある意味一番難しいじゃないですか。なんならお財布、メタマスクと繋がなきゃいけないなんて、もうね、超絶初めての人には怖いんですよね。いろんななんかメッセージが出てきて、全部英語で、うわー怖いってなっちゃうんで、それをですね、このコミュニティにいる先輩方が、めちゃくちゃ丁寧にガイドしてくれてるんですよ。もう本当に、スマホでやったらできないんでしょうか？スマホでやってもできますよ、とかね。Google Chrome って何ですか？ Google Chrome っていうのはね、みたいな感じで、めちゃくちゃ丁寧に教えてくれてて、なんならこのコミュニティ、Facebook ページの中では、ちょっとスクショ送ってください。今どういう状況ですか？とか言いながら、懇切丁寧にマンツーマンで、メンバーさんが教えてくれてます。僕じゃないです。メンバーさんが教えてくれてるんですよ。もうクリプトチゲさんとかどんだけこの中で活躍してくれてるか。もう本当に優しい。これもう応援の文化なんですよね。まあこういう場所にいると本当にメンバーさんも幸せな気持ちになるし、優しい気持ちでいられますよね。まあとにかくこの Web3 おじさんっていうのは、もうね、パーパスがめちゃくちゃ明確なんですよ。新しいかっこいいおじさん文化の創造と拡大。まあこれがミッションで、ビジョンが応援消費でパトローになり、ウォレットデザインでどやるっていう風に、まず一番最初にやるべき我々の具体的行動は応援消費なんだって言い切ってるんですよ。つまり今一生懸命勉強してる Web3 おじさんたちは、
ここで NFT を買えるようになったら応援消費をする人たちです。要は NFT をリリースしているクリエイターとかデザイナーとかファウンダーの人たちを応援する人になっていくんです。だからすでに NFT を購入している人や NFT をリリースしている人たちがね、ようこそって待ってくれてるんですよ。そして応援の文化を広げていこうっていうプロジェクトになっています。ここでは他人の否定や評価や論破するおじさんはいらないと。とにかく時代の進化を邪魔するものは勉強不足だから勉強しようっていう場所なんですよね。だからできない人が標準です。だって勉強するってことはできないから勉強するわけですから、全く恥ずかしくないです。もうウォレットって何って恥ずかしくない。メタマスク怖い、恥ずかしくない。その人たちのための場所、こんなに優しい場所ってなかなかないと思うんですよ。それを先輩方が手取り足取り、もう本当に丁寧に導いてくれるっていう場所になっています。で、そんな中ですね、昨日ささやかなニュースを僕ツイッターに出したんですよ。それ何かっていうと、Web3 おじさんのこのプロジェクトで NFT を出そうと思いますと。まあこれもパスポートってはっきり明言していて、デザインもパスポートデザインにしようってことで今作ってもらってるんです、久保田望さんに。で、このパスポートにした理由だけ言っておきます。それはWeb3 という新しい世界に飛び込むためのパスポートをみんなで持とうよ。これ全員同じパスポートデザインです。一個一個が違うっていうようなものじゃなくて、みんな同じデザインのパスポートを持とうって。で、このパスポートを持ってると、みんなで新しい世界に行けるよねっていう。そういう意味でのパスポートになっております。 0.004 イーサでリリースしようというふうに思っています。まあ日本円にすると約800円ぐらいな感じですよね。まあそれぐらいの価格で新しい世界に飛び込んでいけるっていうのはとっても優しいんじゃないかなって思っています。で、このことをですね、僕ツイッターで昨日出したんですよ。このパスポート型のデザインを10月31日ぐらい、まだ確定ではないですけどね、もうこのあたりではリリースするつもりだよって。で、その鴨頭義人がリリースするパスポートと呼んでいる NFT の優先購入権、まあホワイトリストって言うんですけど、それを手に入れる方法はもちろん他にもあるんですけど、少なくともこの NFT 超超初級講座に参加している人には早めにお伝えしますねっていうのをツイッターでつぶやいたら、その瞬間に200名の方が飛び込んできてくれているっていうことですね。もちろんこれはもうすでに NFT を持っている方がね、このホワイトリストが手に入れたいということで入ってきてくれてる人が多いような気はしてるんですけど、大丈夫。まだ一度も NFT 買ってない人も早めにインフォメーションするので、ただあまりにも人気になってしまうとですね、最初に購入できる人は限定されます。まだ何体出すかはね、はっきりと決めていないんですけど、まあ1万か2万かとっていうところで今考えてるんですけど、あんまりたくさん出すよりも少なめに出してあげた方がね、絶対に誰も損しないっていうのができるから、できるだけ限定しようかなというふうには思っております。でも限定すると今度はね、クリック合戦といってですね、手に入れられる人が最初にクリックした人になるので、まあちょっとね、盛り上がっちゃうかなっていう気はするんですけど、まあこれについてもね、初めて NFT を買う人にとっては何言ってるかわかんないと思うので、その NFT 超超初級講座の中でライブでね、この、NFT のリリースについても懇切丁寧に説明してからリリースしようと思ってますので、ご心配なく。とにかくこの応援の場所にいると何をやっても楽しいですね。チャレンジするのも楽しいし、応援するのも楽しいし、応援される人を見ていてもとっても幸せな気分になれる。今 NFT が一番なんか優しい世界のような気がしているよという内容でございました。ぜひぜひね、この優しい世界に飛び込んできてもらいたいと思ってますので、お待ちしております。ということで、今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。せーの、いいねー。